いや、そのなんか嫌いな芸能人ってわけじゃないけど、テレビ見なくなった理由は単純に生理的に不快だからなんですよ。見たくないもんは見たくないんでね。で、俺あの家族との団らんがあるときはもう絶対俺はあのもう食事しないんですよ。テレビついてるから。俺の親は厳格な親父だったのに、今なんかテレビ見てね、昔はテレビ消しなさいとか言ってね、言ってたら、うぜえなと思うんですよ。なんで俺がテレビを嫌いになってからお前は好きになるんだよっていう、うざいよねそれ。俺が好きだった頃は嫌いのくせにして、俺が嫌いになったらなんでお前嫌いのままじゃねえんだよって。俺親父大っ嫌い、お前パパ大っ嫌いなんでね、もうひどいこと散々されたんでね、嫌いですよ。次何か言われたら発狂するんですよね。発狂するっていうかね、返事はって言うとバーンって叩こうから、それなんか頭から血出そう、うざいよっていうのね、体で表現しなきゃ。ムカつくんだよな。すごい俺やっぱネチネチとした人にね、あの時なんであんなことしたのにさ、なんでお前は平然と生きてるんだよって、平然と俺に会話してくるんだよって思っちゃうような人間なんで、俺もメンヘラなんですよ、ネチネチなんですよ。でもね、嫌なことされてさ忘れるわけないじゃん、当然でしょ。あーでもそろそろトレジャーマップだ、エメルね。エメルすごい微妙な性能なんですけど、まあ面白いキャラですよね。一部の攻撃力 2.5 倍でターン終了時に 56,560 ダメージの心属性ダメージをターン終了時に与え、ターン終了時510、体力510回復って、そこはね、500ってなんだ、510回復っていう、ちょっとよくわかんない、560でいいのにゴロゴロのゴロで、なんか意味あるんだろうね。ゴイーンかな、適当だ。金が鳴った時かなと思ったらボーンでしな、ゴイーンって鳴ってねえもん、鳴ったか。いやーでもエネルね、すごい微妙な性能ですけどね、はっきり言って。一味のスロット一旦固定にするし、ダメージソースで565,600ダメージでも意外に使うんですよね、固定ダメージ役って。だからこいつがいることによって、すいません、赤吸ってました、あれですよ、かゆ、股間かゆ、あのね、セニョピン、血栓セニョピンの取り巻きをバーンってやって、その前にあいつですよ、あいつブーンってできるんですよ。あいつって誰かっていうと、まあジャック、考えのジャックで6人いるから、セニョピンがブーン200万ダメージでブーンって吹っ飛ばした後にエネルでブーンってできるんだよ。すごいよね。で、多分打突タイプだよね。で、ジャックも多分打突強靭なんだよな。股間かゆいな、股間かゆいよ。で、デブだからここになんか汗が溜まるんですよ。で、すごい臭いんですよね。あ、でもね、何がムカつくかって、今サラサラしてんだよ、サラサラしてる臭いに、くせにくせえってなんか腹立つな。喧嘩売ってんじゃん、まあ、俺はその喧嘩に負けるけどさ意味がわからないっす、ちょっとね、首の臭さに喧嘩売られて、喧嘩、そいつの喧嘩に負けるっていうね。かゆペッ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 、ゲランリー、ゲランリーレゾンドフーン。あ、打突野心だから打突パの周回でいけるのか。でも俺ね、強い打突船長いないんでね、まあ、ターン終了時、あーでも強いな、強いけど弱いな普通に。こいつ船長にしたらもうすごい突破できちゃうじゃん。ダメだな、全然ダメだ。まあね、いいよね、強いと思う。まあでもこいつがでもね、やっぱ565,600の固定ダメージって結構すごいよな。でもこいつがいると絶対周回できなくなるもんな。ターン回収じゃなくてあれだ、スキルダメが絶対できなくなるまんじゃん、うざ、超高速周回には。だからもうすごい発動の早い、あ、船員じゃねえのか、うざいな、うざすぎるな。他のキャラがスキル仕様で
必殺五反ダンジョンがあるので3キャラで再びエネルのスキルが使用できます。まあ、3キャラ使うと、はい、まあ、56万。じゃあもし、フレンド助っ人船長にエネル入れれば、まあ、56万の3倍ダメージが出せるってことか。かゆ。繊維効果ってうざいな。繊維でしか発揮できないんだもん。すごいな。当たり前のこと言ってるな。まあ、100、まあ、69万6800ダメージを与えると。強いのか？ 160 万が出せたら強いけど、どうせターン貯めれねえし。難点ですよね。ターンが貯めれないです。5万6000ダメージってほぼすごいダメージだから貯めれないんで、まあほぼ1回打って3回打ってあーって感じだから、お尻かゆいなね。ケツをボリボリした時になんか出てくる何かをちょっとね、みんな見せないようにチェックしてました。はい、汚いな今日基本的に。標準的に標準装備が汚いな。かゆケツ、ケツかゆいんだよ。怒ってる、怒っちゃダメだよ、怒っちゃダメ。うん、いやまあまあまあ全員だったらほぼ全員がマックスだった場合は、うん、強いかな。お尻かゆいけど強い。すごいな、適当だ。15ターンでも56万の固定ダメージって結構嬉しいんだよね。取り巻きとかをバーンってぶっ飛ばせるときとか、50万の取り巻きなんてなかなかいないから、その点は嬉しいな。うん、嬉しいわ。でも今回俺はなんか石がね全然出なかった。もうなんかもうガチャやめようかなって思ってまたやっちゃったしね。やっちゃったまあ、またムカつくな。ちょっともう画面外でトリクルやるわ。普通に動画撮りながらトリクルやるわ。そしてケツかきながらトリクルしよう。もうそろそろ寝ようかな。もう自由奔放に。もう結構今日は面白い動画撮れたかな。すごい、撮ってる時も自信ある動画、見た時むちゃくちゃ面白いからね。うん、あのうまい、ステーキ食いたい、ステーキ食いて、あと何が食いたい、俺は。とんかつと唐揚げが食いたいな。なんかガストの宅配やったんだよ。冷たかったな。ぬるかった、基本的。基本的にが好きすぎるな、俺。まあ、すごいぬるかった。ね。悪口言いに来たわけじゃないよ。でもぬるかった。あ、バルトロメオ早く周回しなきゃな。めんどくさがってやっちゃってない、やってないからさ。いや、バルトロメオ周回しなきゃな。怒られちゃう。誰に怒られるかわかんないから。普通に鼻くそじってました。ほんと、すいませんでした。お尻痛くなったからもうやめるわ。みんなにね、このシミをね、アップ、アップ。乳首が、このシミをね、乳首アップになった。このチョコのシミをみんなに見せてね、お別れしよう。これね、はい、ありがとうございました。